平安時代もローストチキンを食べていた大宴会に欠かせなかった鶏料理。クリスマスが近くなると定番のメニューといえばローストチキンではないでしょうか。アヒルやガチョウや鶏のもも肉を焦げ目をつけて焼き上げたローストチキンはクリスマス料理の王様といって過言ではないでしょう。しかし実はローストチキンの歴史は古く、平安時代には宴会のディナーとして定着していたのです。平安時代別息と呼ばれたローストチキン。平安時代の公家藤原の金刀が記したマナーブックである北山章にはすでに盛大な宴会の4つの献立に雉のローストチキンありと書かれています。また鎌倉初期の忠次類記には別息は焼いて関節から切り離し薄紙で包んで盛り付けると出ていて、すでに現在のローストチキンのように骨の部分に薄紙を巻き油で手が汚れないように配慮がされています。アルミホイルと薄紙の違いはありますが、これは紛れもなくローストチキンです。生地だからローストバードかも。この時代のローストチキンは大貴族の宴会でしか振る舞われない高級食材でした。ローストチキンは肉ではなかった。平安時代には仏教の影響で獣の肉は四つ足と呼ばれ、食べると血が汚れて不浄とされ敬遠されていましたが、鳥については四つ足ではないので獣の肉とは見なされませんでした。なんとなくこじつけのような気もしますけど、実際に動物性タンパク質が一切取れないのは辛いので、お坊さん以外にはこういう方便が必要だったのかもしれませんね。そうか、だからローストチキンを四つ足ではなく別足と呼ぶのかもしれませんね。知らんけど。アクサフトローストチキン。ローストチキンの食べ方といえば、アルミホイルの部分を持って多少口の周りがソースで汚れるのも気にせずにかぶりつくのが一番おいしい食べ方だと思います。しかし平安時代のローストチキンは大貴族にしか出されない高級食材なので、現代のような豪快な食べ方は卑しいとして敬遠されました。鎌倉前期に成立した古事談には、極端な性格からアクサフと呼ばれた平安時代随一の学者左大臣藤原頼長がローストチキンを食べるシーンが登場します。同じ宴席に招かれた貴族が左大臣のローストチキンの食べ方を興味津々で見ていると、頼長は関節の上をナイフで切り、曲がった部分を一口だけ食べてあったとのことです。平安時代のローストチキンは高級貴族に出されたので、料理人は食べやすいようにいくつもナイフで切れ込みを入れ、がっついて口を汚さなくてもいいように工夫されていました。だからアクサフも口元を汚さずに優雅に食べることができたのです。焼き鳥は昔から塩とタレ。一方ローストチキンに比べると庶民的で日常食の焼き鳥は室町時代には誕生しました。当時の料理本には焼き鳥料理のことという項目があり、焼き鳥の肉は長さ3センチ程度縦に薄く切る、塩の場合は炙る前に酒をかけてよく炙ること、塩以外はいつものように鶏をさばいてすりひしを醤油の素に浸してから炙ると良い、このように記録され、焼き鳥の調理法に塩と醤油タレの2種類があったことがわかります。ほとんど今と変わらないことに驚きますね。室町時代にもお客が今日の焼き鳥は塩で頼むとか、今日はタレの気分だなとか料理人に注文していたのでしょうか。ただしこの時代の焼き鳥は鶏ではなく雉のような野鳥でした。鶏が食べられなかった理由は、現在はローストチキンとしてポピュラーな鶏は日本には弥生時代には大陸から渡ってきたようですが、長い間食用にはなりませんでした。その理由は、目覚まし時計がない大昔は夜明けを告げる鶏が神秘的で神聖な鳥とみなされたためで、天武天皇の時代675年には牛、馬、ニホンザル、犬と並び鶏を食べてはならないという御事のりが出ています。鶏に関しては卵もタブーであり、鶏卵を食べたために地獄に落ちた男の話が出てくるほどでした。
鶏が肉食タブーから外れたのは戦国時代に南蛮文化が入り込み、鶏卵を使用したお菓子であるカステラやボーロの製造法が伝わったためで、江戸時代に入ると鶏肉も食べられ、鶏肉の焼き鳥も登場するようになります。日本史ライターカワウソの独り言。今更ですが、チキンは鶏肉のことなので、平安時代のローストチキンは正確にはローストバードということになりますね。しかし洋風なものと思っていたローストチキンに似たものがすでに平安時代には存在していたとは、美味しいものを求める人間の欲求は古今東西あまり変わらないのかもしれません。